ささあ、えー、皆さんこんばんこばは、えー、桑原森です、えー、ウェビーナーライブ、YouTube で、えー、ライブでですね、えー、今回はグリッドについてお話ししていきたいと思います、えー。初めましての方もいらっしゃると思いますし、お久しぶりの方もいらっしゃると思います。えー、皆さん、どうでしょう、映ってますでしょうかね。 えー、そろそろ始めていきたいと思ってます。は、え、じ、ー、めましての方がもしいらっしゃる場合には少しだけ自己紹介から入りたいんですけれども桑原正盛と申します、えー、昭和40年4月2日に生まれまして、えー、今年、えーまあ、55歳になりました。 今はですね、まあ、このコロナ自粛中もまあ重なってるんですけれども基本的に今ここ長野県は佐久市ウグイスの森という別荘地なんですけれども今ここで暮らしながら執筆活動や、まあ、いろんなことをまた構想を練ったりとかで,ですね しながらでまあ今も東京からですね2人応援団がゲストが来てくれてるんですけども、えー、顧問先の方なんかも今ここで、えー、コンサルをやってるような形で、えー、過ごしております。まあ、えー、なかなかですねやっぱりこう今までこのコロナの まあ、県でですね、まあ、リアルに会うということがほ,ほぼほぼ、まあ、キャンセルになってしまいまして、えーまあ、今回このグリッドということをライブでお伝えしていこうということなんですけれども、えー、なぜこの、まあ、ところであのグリッドってあんまり残念ながらねまだあの存じ合知らないという方も多いんですね。 でグリッドって何ですかという質問なんかもいただくんで、え今日はセミナー形式でこれを伝えていけたらなと思っていますので、えー、このライブもですねこうチャットで皆さんからの質問とか、えー、そういったあの意見なんかも、ね、届くようなので、き、まあ、今日はここにあのアシスタントで西岡も来てますから、西岡が皆さんの質問を、えー、ピックアップして、またそれでこうライブならではのです、ね、やり取りができたらなとも思っております。 と、えー、いうことで、これ始めたいと思うんですけれども、これを押せばいいかな。ちょっとパーポ出しますからね、分かりやすいように。しかしまあ、本当に便利な世の中になりましたよね。えー、まあこういった形でですね。 えーまあ、本来であれば、まあ、セミナー会場をしっかり予約して皆さんも全国から集まっていただいてということをずっとやってたんですけれどもこんなオンラインで、ね、ライブでできるということですね、まあ、あの今、ここに写真が写ってますけども、まあ、こんな気合入った形で、えー、講演というかやってるんですね、えーまあ、ちょっと今より太ってますかね。 この自粛中にですね、私今、本当にもうただで、ただで起き上がるもんかということで、もうめっちゃ今、ダイエットというか、筋トレとかですね、森の中を走り回ってですね、ゴルフの飛距離も伸ばしたり、新たなですね、人生に向かってですね、最大のコンディションで生きようということで、体のケアもやってるんですけれども、まあ、こんな形でね、本来は気合入りながら、ステージ上から皆さんにお伝えする内容だと思います。やり抜く力、グリッドを手に入れろ。 達成の真髄はコミットメントからグリッドメン,ドメントへ。 まあ、コミットメントねコミットコミットメントというのはもう,もう本当にもうビジネス用語として、えー、スポーツ界、ビジネス界どこでも教育界でも出てくるんですけれどもそのコミットメントからグリッドグリッドメントへということでお伝えしていきます。えー、まずこのグリッドって何なんだということでですね、えー、本も少しずつ増えてきてますけれどもまた私も執筆も考えてますけれどもグリッドって何かというとですね、まあ、グリッとしている状態ってどういう状態かというところからお伝えするとこういう状態ですね。 まるで呼吸をするかのように、まるで呼吸をするかのように物事を達成していく力。これ理想形じゃないですかね。なんかこう気合い根性でなくてですね、呼吸をするかのように物事がこう実現達成していく。そんな力を手にしている状態です。気がついたら達成に向かっている。普通にしていても成果が手に入っているという状態がグリッドの状態です。燃え尽き症候群や挫折感。 敗北感、ストレスなく輝きながら達成に向かっている。いいですね。本当にこれ、もうこれ理想だと思いますね。え疲れません。なんか頑張った反動、リバウンドもなく、威圧感とか、そんなのないです。穏やかに、本当にね、えー、普通に達成に向かっている。これがまずグリッドの状態であるということを、まず前提としてお話ししていきたいと思うんですけれども、まずなぜコミットからグリッドなのかということは、まあ、時代が変化して、マーケットのが変化している。 この,この、ね、一番基本的な基本のポイントからお伝えしていきたいと思いますね。えー、まず時代の変化ということなんですけども、ここにざっくりですけど1950年、まあ、戦後の復興ののろしが上がったその頃ですね、この頃のマーケットの特徴というのは何かというと、まあ、戦後、物がないわけですね、焼け野原、そしてアメリカナイズされた洗濯機っていいよね、冷蔵庫、車、うわーみたいな形で、マーケットっていうのは急に情報が飛び込んできた。 で物がないんで、いいものを作れば売れたんですよ、マーケットの特徴がね。ということは、私がこの時代にタイムスリップしてコンサルをやるとしたら、その企業や経営者に、まずは本当にこう技術に投資しましょう、そして、えー、宣伝広告ということがすごく大切になってきますと、当然なんですよ、こういったお話をするでしょう。 だからまあ本当にこの頃の大手の会社さんというのは、必ず、えー、東芝なんとか劇場とかね、カルピスなんとか、えー、アニメ劇場とかって、まあ、そういう冠、看板広告を持っていたぐらい、まあ、いいものを作るということなんですねと。どういうことかというと、主導権は売り手にあったということなんです。まあ、そして、えー、ざっと次の新しい時代は、今度は大体どこもいいものを作り始めたんですよ。 えー、で物もだんだんあふれてきました。ということで、今度は買い手に主導権が移りまして、えー、どんなオタクがサービスしてくれるのとかね、特徴は何なのとか、えー、となると今度宣伝広告もどこもやりますから、えー、今度は教育、初めてここで社員教育、営業マン研修、教育といったものが出てくるんです、まあ。この頃の教育の特徴というのはな、えー、断られてからが営業だとかね、名刺の渡し方とか。 ええ、尺、お辞儀の角度からね、電話の出方、だいたいそういったものが教育になってきてます。まあその後また時代が変わると今度は情報が増えすぎました。えー、まあインターネットの 出たた頃頃ももう広まった頃もそうですねだから商品って店頭で買ったらいいの、ネットで買ったらいいの、どうなの、もう情報が増えて迷っちゃうよということで、今度は宣伝広告からサービス教育から今度は仕組み化ということが大きなキーワードになりましたね。えー、売れ続ける仕組みを作ってますかというかね営業でなくマーケティングですよとかというのもこの頃です。えー、そして、えー、今の時代、そしてこれからの時代。まあ もうこの話だけでも、ね、2時間ぐらい話したくなるんですけれども、今度はですね情報が増えると今度なな、どうなってくるかというと、ですね過保護な時代って書いてあるの分かりますこれね、圧倒的にもう消費者を守ろうみたいな形で、30日間使った後でも返品可能ですみたいな形になってくるんですよ。でこはもうクレームもたくさん増えてきます。そしてコンプライアンスっていった今までには、ですねもう昔の時代にはなかったこのコンプライアンスという言葉。 えこういったもので、えー、すごくこう教育の重,重きを置かれるようになってきますね。でポイントは何かといったら、宣伝広告やサービスや、えー、まあマナー教室みたいなもの、そして仕組み化、システム化だけでなくて、今度は本当にこのね、 もうこのパーソナルの魅力、人間力、影響力、こういったものがすごく大切なポイントになってくるんですね。まあ、ここまでなんとなくお分かりいただけますかこのように時代が変化してくると、マーケットも変化で特徴があるということで、ざっくり今目標設定して、モチベーションを上げて、コミットさせてというのは、この頃には十分通用してきてたんです。しかし、これからのマーケットを考えていったときに、実は目標設定 期限を決める、コミットする、モチベーションを上げるというポイントだけでは実は足りない、全く違う要素が必要となってくるということで、この魅力、人間力、影響力ということと非常に密接に関係するのがこのグリッドであるということなんですね。まあ、グリッドというのはやり抜く力ですよ。気骨、気概、骨の髄から達成に向かっていくみたいな、ね、そういったものだというふうに理解していただけたらいいと思います。ね もうちょっとですね、今度は成功や価値観も変わってきているということもお伝えしておきましょうね、えー、こういうふうにです、ね、高度経済成長、これ聞いたことありますけれども、大体戦後からバブルの過ぎぐらいまで、ですね、GDP が、国内総生産が50倍ぐらい成長している。 ということは風速50メートルの追い風が吹いているということなんですね。日経平均はもう、バグルの頃は3万8000ですよ。えー、これが崩壊して、これからどうなってくるかと、今度は乱高下、サバイバルな状態になってくる。情報めっちゃ多いですよ。だって銀行が潰れるなんて考えられなかった。ボーナスがなくなるとかね。 リストラなんて考えられなかった時代に我々は生まれ育ちそして育った環境で教育する親や先生もその順風満帆な時代これちょっと過保護菌が増殖したこの時代のにたっぷり使ってる人に教育されてますから時代の変化等のタイムラグがあるということをちょっと一つ理解しておいてください。 えー、口コミとかね、こういったのが大事になってきてますね、今度は成功感も、何をもって成功と言ってたかというと、昔はどれだけ大きな企業、会社に入社できるかということで、成功が大きく左右されてたんですね、この入社企業を船に例えてます、そしてこの船に乗ったら、ですねほぼ間違いなく定年という島までは送ってくれたんですよ。就寝雇用という風土土壌がありました 年功序列もありました60歳まで勤め上げると、えー、年定年という島、ここでは退職金というご褒美がドーン入りまして、それからは年金というももうこれもご褒美もですねずっともらえてたということなんですよ。しかしここ、これがもう変わってきてた、何よりも変わったのはこの平均寿命が当時64歳だったということなんです。 これ分かりますよね。64歳で大方平均的な人が寿命を迎える時代に60歳まで勤め上げられたらそこでたっぷり年金と退職金をいただけてわずかほぼほぼ4年でリッチッチであの世に行けたこれをもって成功と呼んだということはどういうことかといったらいかに大きな立派な企業という船に乗るかだったんですね。 でマーケット理論の法則からいくと、マーケットの法則はないものをねだるようになってますから、当時1950年、60年、70年、まだパソコン、コンピューター、iPad、なかったわけですよ。すると、どういうことがマーケットに起きたかというと、計算、記憶、頭脳が足りてないんで、 それを補うためにえ、計算がたっぷりできて、記憶がたっぷり、正解が求められる、そういう生徒、学生がマーケットから評価されたんで、いい企業から買われ続けたということなんですね。しかし、そんなことなくなっちゃいました。もう誰でもパソコンを持ってますし、iPad で。調べた方が、ね、覚えるより調べた方がええ。 要するに今度は情報はすぐパソコンやインターネットで手に入る、ウィキ先生で手に入るということは、その情報をどうアレンジするか、ここの辺に人の価値というのが出てきたんですね。ですから、どん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 もう常識が変わってくる。 平均寿命が圧倒的に変わりますよ今現在はまだ80代ですけども我々があの世に行く頃を考えると平均寿命はどのメディアでも94歳であろうというふうに言われてますリッチな4年に対して非常に厳しい30年が始まるというここへに向けての準備というもののものすごくこのタイムラグとズレがあるんですね。 ようやく今、ね、老後いくら2000万必要だとかっていって国会でも問題になってますし、下流老人だとか、もういろんなね、もう勝ち組、負け組なんて言葉ももう古いぐらいいろんなことが出てます、いいですか、ほとんどの人がリッチ地で4年で死ねたという頃の成功の価値観がまだタイムラグとして残ってしまっているということなんです。 これから我々があの世に向かうための平均的な94歳、100歳時代に向けてどんな準備をしていくべきなのかということに対して残念ながらまだほとんど手がついかれてないんですね。ですから今日ここのグリッドということを手にするということは、ね、今年このグリッドがすぐ役立つかって言ったらもしかしたらコミットとモチベーションの方が役に立つかもしれませんよ。 でも本当のことを言うとそうじゃないんですけれどもね、でも本当のこのグリッドというものを今から身につけて,身につけていくということは、ですね皆さんの5年後、10年後、20年後、30年後にものすごく大きなポイントになってくるということなんです。ですから、今回のこのグリッドというのは、コミット、モチベーション、目標設定というものと同じか、それ以上の感度を持って、ですね、えー、これに取り組んでいく必要があるんです。 でこの後も続けますけれども、もうちょっと、桑原さん、ここ教えてみたいなことがあったら、またチャットでですね、えー、質問とか意見いただけたら、その辺をフォローしていきたいと思ってますね。えー あなたの人生ビジネスを豊かにするポイントはたった3つこれはね私の本業は経営コンサル経営者コンサルですからこの辺はもう得意中の得意なんですけれども人生ビジネスを豊かにするポイントってたった3つですよこれをね業種ごとによって人の経営者の性格によってタイミングによって売る商品によってちょっとずつちょっとずつアレンジして伝え方を変えてるだけでたった3つなんですこの3つこれもうその代わりにもう 黄金の3つですよ。まあ、1つずつ見ていきましょう。難しいこと、1個も言ってません。1つ、浮力を上げるということなんです。そうですよね。経営だったら、会社だったら、これ、業績を上げる、売り上げを上げる、これ、が浮力を上げるですね。もう1つ、重りを減らす。分かりやすい、簡単なことですね。これ、どういうことですか今度は経費を節減するとか、無駄を省くということですね。え重りを上げ、浮力を上げ、重りが減ったらどうですか これはすごくこうサクサクいきますね。そして三つ目がそれが永続的であるかということと安定性があるかとこの三つだけなんですよ。これどんな商売においてもそうでしょ例えばプロゴルファーだったら浮力というのは例えば飛距離を上げるとかね、重りを減らすというのはミスを減らすとかね、方向性を良くするとかね。 えー、そういったものそしてそれが、えー、一時だけでなくて永続性があってシーズンや年間や数十年を通して安定性であるかということもそうです。全部何業種をどんな業界を見てもこの3つだけなんです。この3つが人生ビジネスを豊かにする3つなんです。でこれを1つずつ見ていきましょうとっても分かりやすいですよ。 まず、浮力を高めるというのは、じゃあ、我々にとって、皆さんにとってはどういうことをなのかということを伝えていきましょう。浮力を高める、これは何かまず、ちょっとこの辺からね解説が必要になってくるんですけども、えー、今までだったら何なんですかね、浮力を高めるということは、より素晴らしい高校に進学し、より有名な大学に受験合格し、えー、ということだったんですかね、えー、得意教科をなんとかとかね。 えー、素晴らしいコネクションの人脈を広げるとか、まあ、そういうことだったかもしれませんけどももう時代とマーケットが変わったんでこれからのことを言ってますからこれからの時代で浮力を高めるってことは、ね、脳内モルヒネなんですあなたはセロトニンの分泌のコントロールできてますかオキシトシンの分泌間に合ってますかテストステロの分泌によって 破棄迫力オーラ出せてますかというまあこれは代表的な3つですけどまだ後でゆっくりお話します。これがあなたこれからの時代にとって浮力を上げる大切なポイント脳内モルヒネをコントロールするということなんとなく分かりますか,なか面白そうでしょうさあ2つ目今度はメンタル考え方を柔軟にストレッチしましょう分かりますこれは よく言いますねあの私のセミナーやの講座ではよく言うんですけれども、現実社会に起きた現象、現象例えば売上が上がったとか、太ったとか失恋した現象にはほとんどの価値がなく、一番の本数は何かといったら、その現象をどのようにあなたが解釈しているかといったところに本数があるということなんです。分かりにくいですかね、もう本数中の本数の話ですね。 この解釈力をアップするということが、現象がもうなんか売り上げ上げようとかね、稼ぐが勝ちだとかね、調子で合わせればいいんだろうという、ちょっと昔の時代とは違ってきてるんですね。現象をどのように解釈できますかっていうのが、実はこれが人生の偏差値になってくるんです。学歴の偏差値は高い人はいっぱいいるでしょう。そして、まあ、営業力が高いとか、そういう人もいっぱいいるでしょう。しかし、このね、解釈力の柔軟性、解釈力のメニューをどれだけ持ってるか、この ユニークさというのがこれが非常にこの人生、えー、偏差値にとって大きな関連があるんですねで。もう一つはですね、想像力、空想力ですよ。そして連想力です。ということはどうなるということはどうなるというこの先を読んでる力なんですね。ところが今までの時代ということは言われたことをしっかりやるという,う社員さんがまあ重宝してたわけですから。 えー、はい、わかりました。はい、やりますっていうのが、あいつは多分できるな、あいつはいいやつだなとなったんですね。あのわかりました。ところで、なんでこれよりもこれが先なんでしょうか。お前は素直さがない、言われたことをやればいいのはいみたいなね。ところが、これからはもう将棋じゃないですけども、こうなるということはこうなる。ということは、こうな待って待って。ということは、この準備が必要。この連想と空想力というのが非常に大切なポイントになってくるんですよ。 なぜならば時代が新しいところに突入していくんですよね。今までこうだったら売れてたというセオリーが通用しない世界に入っていくんで、この想像力、空想力、連想力、読む力ですね。そして切り替える力なんですよ。これも本当に切り替えないと。だって今回のこのコロナだってね。 もう世界レベルで今までの想像、想定外ですよ、これどう切り替えるかなんですね、だからもう、えー、パソコンは苦手じゃとかね、ネットとかは嫌いじゃとか、もうだん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 通用しなくなってきて、どのようにこう切り替えるか、この切り替えるっていうのは、このメンタルにとっても非常に大切なポイントになってきますこのの辺が皆さんん力を上げるるというポイントになってくるんです。 そうですね、もう1つがこれ必殺技ってのがありますね。これは、ね、脳内モルヒネとも非常に関係があるんですけども、人間の脳には消化体っていうものがあるんですよ。これがもう非常に、まあ、簡単に言うと、サイヤ人がスーパーサイヤ人になるために必要みたいなね。私はもうテーマ、ここだけですよ。もういかにしこの消化体を活性化し、もう石灰化されつつある消化体を柔軟にするかっていったところ、もうすべてそのために生きてますよ。今、この長野で暮らしてるのもそうなんですね。 まあこれがもう森の中も全部そうです、あの呼吸法もそうです、この消化体っていう、まあ、こ,れもこれはねまたこれはねもうぜひあの今回、ワンデー講座っていうのをこの後用意してますからもうこれに来てください、ここなんですよ、もうこれが必殺技で消化体をねどれだけ活性化するかっていうのがもう我々だってあともう頑張ってるでしょ仕事も。 仕事もほとんどサボらずに頑張ってますよ。もう文章も書いたり、インスタも載せたり、フェイスブック投稿したり、なるべく人に会ったり、名刺交換したり、何なん,なんですか、ええですか、なんとか検定取ったりとか、いろいろ頑張ってますよ。もうそれ以上を、これからの新しい時代を勝ち抜くには、このね、必殺技、消化対アプローチ、これはね、ちょっと楽しみにしてください。そして、ここしか私は、えー、活動がここだろうなと思ってますよ。 まあざっくり浮力を高める、これをポイントなんですね。これは納得ついてきてますか分からなかったらまた質問ください。さあ、次ですね。重りを減らすのはどういうことなんだろう、まあ、先ほど会社で言ったらまあ経費を減らすとかね、えー、まあ船で言ったらもう軽くするとか、車の燃費を良くするんだったら、フレームをアルミにしてとかいろいろ工夫してますよね。我々にとって何なんだろうということです。これはね 因果を理解していくってことなんですよ。因果を理解する。ほとんど今までのマーケットで生きてきた人の特徴は、結果で一喜一憂するんですよ。良くなったらイエーイって悪くなったらへこみます、落ち込むで、それでもなんとか慣れてたんですね。これは時代がちょっと過保護地区でしたから。これからはそういうわけにいかない。因果関係、因縁がですね、もう一つこの因果の間に縁という字が入るんです。因縁が応報。これを理解する。歴史的な背景。何かに我々もしかしたら仕掛けられてるかもしれない。 ということは仕掛ける側にはどんなメリットがあったんだろうみたいなのを見ていく。これ非常に大切なポイントになってきます。これが我々が豊かに生きていくための重りを減らす大切なポイント。2つ目、認知バイアス。これは簡単に言うとですね、先入観のことです。もう先入観ズゴーンくると、う他に、うん、アイデアのチョイスの余地がなくなるんですね。だから思い込みが強いとか、あ、分かった、こうだとかねあ、あいつはこうだとかね、ああ、もうとかって。あの レスポンスが非常に速い人、これ反応レベルで来る人、ほぼバイアスですよ。でこれ、セルフイメージに非常に影響してますし、トランスメンタル、こういったキーワードと非常に関連があるので、これも重りを減らす大切なポイントであるということなんですね。しかし、この因果を理解しようという授業もなければ、えー、先入観を見直そうという授業もないですし、残念ながら、ほぼほぼビジネストレーニングも私も今までいろんなところを自分も受講したりしていますけども、こんなのないですよ。 えー、マニュアルがあってですねそれを繰り返し繰り返しロープでするとかあとは、えー、地獄の特訓のようにですね気合を入れて大声を出してテンションを上げてとていう。 それも否定してるわけじゃないんですけれども、実はマーケットが変わったんで、新しいおもりを減らすっていうのはこういうことなんだということを、今日これ、理解していって、もうちょっと今回ね、ピンときた人は、ワンデーっていうのを出れば、この辺を1個ずつやってきますから、よし、分かった、そうか、よし、ここに活路を見出そうということで、ですね今回のこのご,ご縁をつかんでいただけたらなと思うんですよ。 もう一つこれがね、オペですよ。これはグループコンサルでも結構です。できればコンサルでもいいです。いろんなワンデー講座、これ来てください。そうしたら、この桑原もう本当にこのオペは得意ですよ。安心してくださいよ。麻酔も打てますから。 やっぱりね、人のメンタルというか、えー、内面に切り込むと結構痛いじゃないですか、怖いじゃないですか。だから、麻酔技術が下手だったら、これ、きつくなるんです。ちゃんといらないものを取り除いて、必要なものにスポットを当てるという意味では、この講座コンサルというオペが、これ、重りを減らすポイントになってきます。まず、この後でちゃんとゆっくり見ていきますから、安心してくださいね。 さあ安定永続性のためのポイント、これもこの3つの中で大切なポイントになってくるんです。見ていきましょう。ルーティンワークです。ルーーンワーク非常に地味です。しかし、これ以上の近道はないんですね。えー、ルーティーンなくして、成果なしです。えー、衝撃や、えー、インパクト、インパクト、衝撃、同じことですかね。これだけでは気づきは得られますけれども、実際の現場での成果にはつながりません。これ、非常に大切な反復なんです。 そう思いませんか達成っていうのはこの反復ですよルーチンなんですよこれしかないところが本当に衝撃で分かった知ったいやなんかできる気になっちゃうんですよその気になっているだけでもなんとかなってたというのが過保護な時代の特徴なんですさあいかがですかね硬い菓子の木にね こんなある五寸釘をハンマーの一発で打ち込めますか、マイク・タイソンでも無理でしょう、ボブ・サップでも無理でしょう、でもね、コツコツコツ反復していったらです、ね、小学生のもね、かぼそい女性でもできるんですよ、この繰り返すというルーチンということ、これが永続安定の鍵なんです。これだけ逆に言うと、逆に言うと、もっと古臭い話ですよね、一周して新しくなったんですかね、ルーチン、地味だがこれ以上の安定と永続のキーワードはありません。 とこころがこのルーティン作ってないですね、えー、私、顧問先はこのルーチンをどうやって作るかということを非常にあの力入れて手伝いますよ。そしてこれ、一人じゃなかなかできない。本当にこれだけはです、ねえー、シナジー効果、チームダイナミクスが必要になってきますね。ですから、こういった私みんなみたいなコーチがいた方がいいでしょうね。で、そのルーチンがまとえているかどうかも非常に大切になってくるんで、このワンデー講座で作っていく大切なポイントなんですね。 で次はね、環境整備。これも非常にルーチンに近いですね。え繰り返されることところ、繰り返される場所、これが環境です。これをしっかりと自分の中でデザインするんですね。で環境というのはこれだけありますよ。一つ、コミュニティ環境、いかがですか皆さんはお酒飲むとき、どんな会話で盛り上がる人たちとお酒を飲んでますかそれ、コミュニティ環境なんです。ね、いい食事。 語字脱字、胃は衣服のいですよそう。分かってますよ、そういう意味じゃなくて、意と意識ですよ意識。どういう意識関係が自分の周りにあるかということですね。食、これは非常に大事になってきます。これは脳内モルヒネとか、人のコンディションとかメンタルとか、グリッドに非常に大切になってきます。先ほど言った消化体を活性化するにも非常に大切になってきますね。 今までは腹いっぱいになればいいとかね、なんだかそんなレベルじゃないですよ。今回でこの職ということも本当に見直す、これ大事です。私はね、人に言うばっかりじゃない、ちゃんと自分でも実践してます。いかがでしょうか、えー、55歳、孫も3人になりますが、えーえー、ゴルフも毎年飛距離伸びてますよ。 今ですね、今年はあの55になったんで、ヘッドスピード55まで上げようなんて42から始めまして、今52まで上がりましたよ。もう信じられますかヘッドスピード10上げましたよ。これはね、職、そしてこの意識、ね、意図、そしてこのコミュニティ、コミュニティ、今もね、えー、二階堂ミカプロのですね、チームメンバーと一緒に、ね、若い20、21、19の子と一緒にね、飛ばしっこしてますよ。これも環境ですよ。ねそして、 10これは一番反復する場所ですね。ですから、整理整頓、断捨離とかも流行ってましたし、流行りましたけども、それの本当の意味というのは、反復されるものが自分を形成するという真本当の本質をすると、このそこへの意識もまた高まってきますね。さあ、えー、具体的に見ていきましょう。重りを減らすその1因果の理解、ここからいきますね。<laughs> まず 誰が仕掛けたのかっていうね、これ仕掛けたい側、得したい側、損したくない側という人たちがいっぱい我々の中にトラップ仕掛けてます。一個ずつ後で伝えていきますね。なぜそれは皆さんを便利にコントロールしやすくするためですよ。 そのために認知バイアス要するに先入観を与え続けて脳内モルヒネが減少化することによって非常に従順な働き虫に育て上げることができたんですこれ長期計画だったですねでも70年経って見事に成功してますねどのように食事教育価値観にすり込んできました さあ、これはまあライブですし、まあ、あんまり桑原は有名でないし、ね、いろんな人が見て炎上するわけでもないんでね。ガンガン言いたいこと言ってきましょうか。誰が仕掛けたんでしょうかね得したい人まあこれを大きく言うとねもうなんかあの都市伝説みたいな話になっちゃうかもしれませんけどもまあどっちかと言ったら戦争に勝った人たちでしょうね。えー そりゃそうで、よ。で、我々が戦争に負けた時代っていうのはですね、大昔ともちょっと違いまして、簡単に、えー、イギリスがインドを植民地にしたみたいなね、スペインが,スペインがあのメキシコを植民地にしたときみたいな時代背景とは違って、簡単に植民地ができなかったわけですね、そう思いませんか。ですから、いかに世界の名と調和しながら、えー、勝った国を植民地化するかっていう意味で、そのまず食事の食ですよ、この植民地化がしてきましたね。 えー、なぜこれだけデンパたが多いこの四季に恵まれた日本で、えー、学校給食でほとんどパンだったんでしょうね、それはそれはそうですよ、戦争に勝った国の政治家は、ねア、アメリカの農家って、たくさん票を持ってますから、小麦が余ったら大変ですし、小麦の値段下がったら大変ですから、そうだ、日本に売りつけたら小麦の値段が上がって、農家の人、喜ぶ票がもらえるわ、となるわけですよ。 そうすると大体輸入ですから虫が入ったら困りますから港に着いた瞬間今度はコンテナの中で72時間燻定ですよ殺虫剤ですよもう農薬が怖いとか化学肥料が怖いとかっていうレベルじゃありませんよそういったが形でいっぱい誰がって言ったら得したい側ですよ損したくない側戦争に勝った側が仕掛けてきたんですなぜ日本人怖かったんですよだって天皇のために魚雷に乗っちゃうんですよ考えられますか 今でも怖いでしょうね、暴動が起きないんですよ、まだ並ぶんですよ、コンビニに、困ってる人助けるんですよ、奪い合ったりしないんですよ、ね、この大和民族をコントロールするためにはどうしたらいいんだろう。 ある程度、ふぬけにさせてもらわなきゃ困るということで、えー、先入観を与えました 3S が有名ですね、スクリーン、スポーツ、セックス、この辺をどん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 入れていって、えー、あとは食事ですよ、どんどん添加物をもうどんどん入れていきますよ、これも今日はさすがに載せませんけども日本だけ300種類以上の添加物が認可されてるんですよ、フランス、ドイツなんかもう数十個ですよ、2 3 0個しか。 ですよアメリカも、ね、結構多いんですよ、なんで戦争に勝ったのに、うんあの、添加物が認可が多いかって言ったら、アメリカもほとんどが移民なんですよ、だから移民だからコントロールしやすくするためにはそうしなきゃいけないということで。 特、えー、に、ね、脳内モルヒネを減少化させるということがポイントですここで、まあ、これは私だけが言っているわけじゃなくていろんなメディアとか、えー、資料とか週刊誌でも出ているのでもう私も言っていいと思うんですけども、えー、歯磨き粉にフッ素を入れるというのもこれも仕掛けたい側のポイントですね。 えー、一見の単イ名分は歯をフッ素化してコーティングすることによって虫歯を呼ぼうとか言ってますけども、実はこれは長期計画で、フッ素と精子の関連性っていうのはですね非常に関係がありまして、フッ素を取ると精子が減るというね、あと精子が減る、奇形化するというね、だから今、不妊治療というのは、旦那さんの方の不妊治療と非常に多いわけですよ。精子の数がどんどんん減ってます危険化してまますすす化しだからそうすると70年後にはね 日本には草食系男子という言葉が流行るだろうって、もしかしたらですね、えー、あそこの第一、えー、生命ビルの上でですね、GHQ さんたちは締め閉めてやってたかもしれませんよ、これは空想の域を超えないかもしれませんけど、脳内モルヒネが減少化するような食事とか添加物とかいっぱいありますよ。 ね、残留農薬もそうですけれども、どのように先ほど言いました、食事、教育、価値観にすり込んでいきます。教育なんかももろにそうじゃないですか、えー。ヨーロッパ映画、イタリア映画とかフランス映画ってね、ほとんど正義と悪ってあんま出てこないんですね。そう思いませんところがディズニー映画とかアメリカ映画、ハリウッド映画って必ず正義対悪ですよ。で、えー、最後正義が悪を倒してスカーッ するっていうね、誰が見ても「はいこれが正義でしょこれが悪でしょ」みたいな形でどん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 教育とか価値観に何が正しいとかね。 まあこれをもっと言うと、一神教と他神教の違いとか、そんな話にもなるかもしれませんね。一神教だったら、うちの神様が正しかったら、他の神様は間違ってるとてことにならなきゃいけないんですね。すると価値観で、うちが正しくて、相手は間違ってるとなるんですけど、日本っていうのはもともと矢をよろずの神の世界ですよ。山の神がいて、川の神がいて、海の神がいていてですよ。そういうところにこの、うん、もう全然違うんですよ。単一民族とね、移民で集まっただから、どん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 このね、 ハンドリングしやすくコントロールするためには、このいろんなことにすり込んでいった、行かれていたということの因果を理解するから、今、我々があるんだということを理解するということが重りを減らすポイントなんです。なぜ、こういった結果にはこういう意子があるということは、今度、将来的にこういった結果が欲しいということは、今からこういった種をまけばいいということを理解する以外に手放せないからなんです。ちょっと難しいですかね。これは本当にできればワンデコー来ていただき非常に大切なポイントなんです。 彼らの狙いは、この大和民族日本人から、気骨、気概、グリッと弱体化させよう、骨の髄を軟弱化させよう、覇気なんね、もうそんなもん迷惑だ、みんなおとなしくて、みんな同じ格好をして、右習いして、人の目が気になって、評価気になって、おろおろ青っ白くして、ね、もうちょっと脅せば震え上がって、みたいなね、ちょっと流行させればみんななびいて、流行についていってないとみんな怯えて、みんな買う。 みたいなねだから簡単なんですよそれがねグリッと弱体化させられてるのこれをまず知ってくださいこれが重りを減らす大切なポイントさあその結果ねグリッと気骨着替骨の髄いや自主性あなた自身の自発性よりも目標を与えて期限を切ってコミットさせてモチベーションを与えるっていうこうこれをこの三種の人形これを巧みに使いコントロールハンドリングに成功した これが因果なんですあー興奮する本当に分かります今までのビジネスの三種の神器って本当に便利に彼らのための三種の神器であって我々のための三種の神器じゃないんですよわかりますかねこれを使うことによって目標を作ってあげると コントロールしやすいでしょう、そうなればいいんだ、みんなそうだってね、で、期限を切ってやる、やる、コミットさせればみんなやる、そしてそのためには飴、アメとムチね、報酬、ああだ、こうだ、これを使ってハンドリング成功したんです。グリッドとモチベーション、コミットメントとグリッドメントの違いって、ここにあるんです。もう骨の髄が健全であれば、本当に自分の価値観から。 世の中がこうがいいらしいというための右習いの目標なんかいらないんです。自分から浮いてくるんです。コミットなんてしなくったって、呼吸にコミットしてますかね今吐いた。休うぞなんて吸わないじゃないですか。だから一番最初に言った呼吸をするかのように達成していくという、これ、グリッと気骨気概骨の髄がそうなってればなるんです。モチベーションなんて概念、僕らあんまりないですよ。だってやりたいことをやってるんだから自然にやりますよ。 わかかりますかねこれはちょっとピンとまだ来ない人たくさんいるでしょうしこの目標設定やコミットやモチベーションをすごく大切にし,してこれでなんかお仕事にしてる方からするとね本当に小原っていうのは厄介な存在だと思いますよ余計なこと言うなーってね我々を否定するな否定してるんじゃないんですよ私 Windows95 否定してませんよすごいソフトだったじゃないですかでも今あなたがパソコン買って Windows95 入れろったらちょっと待てーって言いますよ 確かにそれはめ素晴らしい名器だ。でも今の時代は違うってね。ね、1965年のフェラーリ、すごい車ですよ。フェラーリ、ディ最高じゃないですか。でも今、レースで勝つんじゃ、それじゃ無理でしょ今、スカれるーのが早いですよ。だから、時代の変化とともに必要な武器も変わってるっていうことなんですよ。そうでしょであとは、その人のね、成長レベルによっても変わりますよ。 ね、小学生がゴルフ始めた、あそこにタイガー打つ、ね・ウッズのこれがすげえ優勝したクラブだって、タイガー・ウつのドライバー打ったって、触れないですよ、硬すぎますよ、だから、その時その時に必要なものがあるんで、あなたには今、何が必要なのかっていうのを見ていかなきゃいけない。 そして、あなたの成長度合いで、今のマーケット、この時代の変化には何が必要なのか見ていかないとなったときに、実はこの目標設定、コミット、モチベーションよりも、気骨気概骨の髄、グリッドなんです。だから、グリッドとモチベーション、ちょっと違うんです。コミットメントとグリッドメント、違うんです。まず、これを理解して、本当のグリッドを手に入れるということがあなたの人生が本当に豊かになるポイントであるということを、だからこんな熱くなっちゃうんですね、どうしても。もう、うざかったらごめんなさい。しょうがない。 さあ重りを減らすその2、認知バイアス、えー、先入観、これは楽なんですよね。先入観って反応だから、つ度都度エネルギーがいらないんですよ、うん。セルフイメージとグリッドの関係非常に高い。これは先ほど言いましたね。先入観というディフェンスなんですね。先入観って自分を守るため、シェルターのために先入観ってあるんですよ。ね例えば、うん 人間って得れないと思うと辛いからいらないというものにシフトしてディフェンスするんですよね。なんとなく分かりますかうーんすごくこう幼なじみというかね、一緒にバカやってた友達がめっちゃ美人と付き合い始めたら辛い、辛いいていう自分を認めたくない、得れたい、でも得れない、辛い、だからいらないものに変化させるんですよ、これ条件,的条件発射的に、えー。性格悪いんじゃないとかね。 なんかブランド品欲しいとか言われちゃうんじゃないとかね。イケメンなんか浮気しそう、遊んでそうとかね。金持ちどうせ悪いことしてんじゃないとかね。お金ほぼ税金でしょ広いえ、掃除が大変とかね。大体これですよ。えビジネスクラスファーストクラスバカじゃない乗ってる時間同じなんだから。そんな無駄なお金だったら現地で美味しいもの食べるのがいいわよねみたいな。全部、車走りゃいいんだよ。とかね。 なんか全部、ね、得れないと思うと辛いからいらないものに変換するそこれが、ね、バイアスかけることによって自分が傷つかないようにディフェンスしてるんですそれは守るというところでは機能してますけども成長する進化する発展するっていったところに役立ちますかねこれこれもよく考えなきゃいけない自分だけで考えられないからこういったコーチみたいなねオペしなきゃいけないんです思い込みこれはね本当強烈なものは、ね、邪魔ですよ えっと誰でした小林正寛さんかな、す晴らしい話してますよ、えー。使命感とか正義感とかを手放してくれって言ってるんですよ。もうそんなの持ってるからあの戦いが起きるし敵ができてしまうんだっていうね、まあこれ今の話だけ、ここだけピックアップしたら賛否両論あるかもしれませんけれども。 なんかね価値観だとか正義感だとか使命感だとかっていうものはね捨てなくていいけど一回ちょびっとだけ見つめ直してなぜこれが自分の正義感なんだっけとかなぜこんな価値観になったんだっけみたいなねその因果を見てあっそうだそりゃそうだ確かにそうだったそしてこれからもこの価値観って機能するかなどうかな この正義感とかこの使命感ってこれからも健全かなというものを一個一個見ていくそのね余裕とゆとりが空気感オーラになっていくんですよ。なんとなく分かりますかねこれ非常に大切なポイントになってくるんです。え今日この、ね、ウェビナーではなんとなく概念の解説しかできてないのが非常につらい一個一個掘り下げていきたいだからね、このワンデー企画してますからぜひね、今回これは参加してみてください。 でえー、なんだコロナだし、地方だし、県をまたいでいけないという方はね、ねもしかしたら、えー、この Zoom でのねもうリクエストがあればですけどもね、ねでもできれば直接会ってやりたいんですけども、Zoom でもいいからという人は、それ、リクエストがあったら Zoom でもワンデができるようにしていきたいぐらい思ってますのでね、そのぐらい、このね、認知バイアスっていうのは、もう条件反射ですから、もう無抵抗なんですよ、反射って。 反射って怖いでですすすよ無抵抗だからすぐそうなるんですよあ,あいつ悪いあいつダメとかねあそんなことしてダメとかねねだから地方に行けば行くほどあそこん中はコロナかかったうわっ病原菌が近づくなとかねあのばらまくなとかねなんか落書きしたりとかね車に傷つけたり他県のナンバーに傷つけたりなんかもう,もう完全にバイアスでしょうねかかったうっされるみたいなね もう本当これはね、まんまとやられまして、うまいことね、気骨気が抜かれて、ハンドリングされやすいようにやられちゃいましたよね。致命的なバイアス、これいくつかあります。え後自衛バイアスっていうのがあ,あるんですね。これ、低レベルの自己検事です。だと思ったよみたいなね。ねリエモンすげえ、野球の球団を買う、すげえ,えーって言って、今度は逮捕されて、だと思ったよー、こうして言いません ね、あのミスうまいも俺、潰れると思ってて、別れると思ってて、桑原さん、また別れると思ったよ。だいたいね、後から言うんですよ。あんた別れそうだから、こういうこと気をつけた方がいいんじゃないのってアドバイス、誰一人くれない。えー、偏見バイアス、これもう好き嫌いがもうこれ条件付けられてますよね。 すり替えバイアス、これさっき言った、得れないと思うと辛いからいらないものにする。これもう無意識でやってますから、もうノーチャンスなんですよね、えー。正常性バイアス、根拠のない地震、これ災害で避難が遅れて亡くなっちゃう人はほぼこの正常性バイアスです、えー。バーナム効果、これはね、本当にあのー、簡単に人を信頼しちゃうんですね。だから、えー、なんか上手なやつはこれを使っちゃいますよ。あのー、気をつけてください。 えー、リスキーシフト、これね本質を麻痺させるね話の展開をちょっとした質問かなんかで本質を麻痺させてシフトさせちゃうっていうねこういうバイアスも我々かけられてますよ、そしてさんざん盛り込まれてますよ、教育の中にもフレーミング効果これね判断のコントロールを自分でできなくてされちゃう。 こういったものがありますで自分はどのバイアスが強いかなとかあ,あの人このバイアスかけてきたなとかあ,あの人ってプレゼンにこのバイアス入れてるんだなみたいなことが分かってくるとあなたのビジネスレベルプレゼンレベルクロージングレベルはるかに上がりますからこの致命的な認知バイアスを知るためだけでもワンでくる価値がありますよ本当にすごいです巧みな人たちはこれを巧みに使ってますそして、 仕掛けられる側は、かもられている人は、もろこれにはまっているんです。まずこれを知るためでも予防にもなりますからね。ぜひいらしくてください。脳内モルヒネ、これが今回私がワンデで一番やりたいポイント。脳内モルヒネという授業がないんです。なんやねんと言われますよ。脳内ホルモン、ホルモン焼きは好きだよと言われちゃいますよ。そのぐらいね、皆さんこれに疎い、しかしこれが大事。これは3つに分かりやすく分けました。 そして今回のこの本質にずっと沿ってますね、浮力を上げる、重りを減らす、安定永続のため、この3つで見ていくと分かりやすい、まず浮力を上げる、ね、代表的な脳内モルヒネ、これ、ドーパミンです、これ、聞いたことあるでしょ、これ、あなたのやる気、意欲、幸福感、ドーパミン分泌させないのに、ね、目標設定して、ね、今度達成したらハワイだ、達成したら車買ってあげるみたいな、そんなね、モチベーションだけで、ね、やる気、意欲、幸福感が。 永続的に出るわけない。一瞬だけなんですよ。どういうことか、そんなこといらないんですよ。ドーパミンの分泌を自分でコントロールできるようになればいいんです。ドーパミンが分泌するようなルーチンができればいいんです。ドーパミン体質になればいい。テストステロン、これ、バイタリティ、健康寿命。あとはね、オス力ですよ。熱力ですよ。僕はですね、いろんな経営者と会ってコンサルテーションしますよ。で、いろんな人とも、もう多分相当合ってますよ。で、その中で、まずね、 僕が見るときってどう見るかって言ったらね、例えばここに西岡が今目の前にいますけども、人間にしようか、ね、これ見ますよ。あと男性にしようか、こういった面も見ますね。そして男にしようか、これもちゃんと見ますよ。そして何よりもね、オスにしようか。この4つで見ていくんですよ、バランスよく。もう人間性なんか最高ですよ、西岡。でも出会った頃はね、オス力足んなかったな。男にしようかもね、もっとこいつすげえはずなのになと思ってね。 男性的にも本当にスマートで素晴らしかった。でも、おし、じゃあ、認証を変っても、推し力高めようと、てめえ力、野郎力、ね男、男もあれですよあの、田んぼに力の男じゃない方ですよ、こういうふうに見ていくんですけども、その中で大切なポイントは、このテストステロンなんですよ。 だからねトークうまいし営業うまいけどもなんかあの見込み客に舐められるとかね取引先からあいつが来ると軽く言われるけどもあの人が出てくとなんか急に態度が、えー、謙虚になるみたいな人いるでしょこれテストステロンの分泌なんですよ。だから結構動眼でしょどっちかというとチャーミングですよでも、ね、舐められるってほとんどないですよ舐めさせることはありますけどもこれ、ね、テストステロンだと思ってます。 アセチルコリン、これはね、記憶、学習力、シーター波、これね、アセチルコリンの分泌してから勉強を教えた方がいいです。ということは、学校がまずやるべきことは、勉強はマニュアルで教科書であるでしょう、カリキュラムがあるんでしょう、でもね、生徒のアセチルコリンの分泌を促すような学校がもし私立で作れたら、これ本当に素晴らしいでしょうね。これも実はもう、ではあるんですよ。ただ、ルーチン化しなきゃだめですよ。ドーパミンを本で読んで分かっただけじゃだめです。ルーチン化しなきゃいけないんです。 さあ、重りを減らす脳内モルヒネはエンドルフィンです。これは高ストレスなんですね。満足感。これはエンドルフィン出せてますか私、これすげえ得意なんですよ。もういつも幸せそうでしょこれね、自分で、人が幸せにしてくれなくてもいいんです。自分が自分でエンドルフィンを出すからなんか幸せそうなんです。満足感。だからストレスにね、割と強い方ですよ。だからそんな市民もできませんよ。紫外線というストレスもこのエンドルフィンだったら強いですよ。アドネラリン、これは身体的な高揚感ですよ。 アドレナリンも、ね、自分で出せないと人から出してもらうような、ね、あのゲームを始めちゃうんですよ。うーんななんか分かりますかねアドレナリンが出すぎてちょっと飛びすぎたとか言いますけどコントロールできなかったらそういうこともあるでしょうね。でもこのアドレナリンも自分が出したいときに出せるときに,に出せるようになるということがポイント、そしてノルアドレナリン、これは精神的な闘争心、そしてこれも高ストレスなんですね。 これもうん薬にもなるし、ちょっとあの毒にもなるんでね、ちょっと取り扱いが必要になってくるんで、ぜひワンデーセミナーに来て、この取り扱いの,のポイントと、そしてこれを自分が分泌、コントロールできるようなルーチンを作るために、このワンデーコースはいらしたらいいですね。安定属性のために一番代表選手は、昨今、だいぶメジャーになってきました、オキシトシン、これは快楽、楽しさ、潤い。 なんかすごく美人だけど潤いがない人ってなんかちょっと近寄りがたいですね。やっぱりねねこのね、えー、チャーム、チャーミング、何か知らないけどねこのオキシトシンが分泌してるとたとえきついこと言っても割と周りに部下や社員が集まってきてくれますね。オキシトシンなくてきついこと言うとさばか,かれるようであんまり人集まってきません、来てもいい、また去ってきます。これ大事ですね セロトニン共感心の安定セロトニンの分泌できてますか偶然に任せてませんかこれセロトニンが自分で出したい時に出せるようになるというこのルーチン作ってツボとコツ教わってください安定ですよこれは今ね腸の中で作られるって言ってますから腸をどうやって作るこれへから食と関連とか出てくるんですねセロトニンの分泌する食生活のルーチン作るとかねいろんな楽しくてできますよ誰でもできるやり やり方メラトニン、これは睡眠、癒し、回復、これも素晴らしいモルヒネ、これがなかったらね、睡眠というものとこのグリッドってすごく大切ですからね、癒したあと、回復しなかったらね、やっぱりこう野生の時代ですから、何人もこうサラリーマンの駒がいて使い捨てみたいんじゃないんですよ、あなたがちゃんと自分でサバイバル生きていかなきゃいけないから、この回復力、これも大切です、これ、脳内モルヒネ。 これ非常に大切なんですね。そしてメンタルストレッチ。ダメだ。もう時間がなくなってきちゃいましたね。もうこの辺にしましょうか。ところで質問とか来てるのかな来てますよ。来てますか。<ー>いや、まだこっからまだ面白いのもう軸のリセット、解釈力のレベルアップメニュー。もうワンデ、もうワンデ,ワンデコザ来て、こんなのね。あと、面白がる能力。これ最高の能力ですよ。もう、この能力がない人ってね、もう人が集まってこない。 仕事も来ない、あとね、長続きしない、持久力がない、永続性がない、もうね、面白がっちゃうの、それがね、人相から出るんですよ、それをオーラっていうんですね、目標設定なんかシルバーじゃないですよ、ストーリー設定してください、もうなんでみんな目標設定なんだろう、今頃まだ、この機に及んで。 ストーリー設定ですよ。コミットメントなんか痛々しいですよ。コミットメント否定してるわけじゃないですよ。桑原もたまにやりますよ。でも3年に1個ぐらいですよ。3年に1回ぐらいしかやらない。なぜかって言ったら宇宙戦艦ヤマトの波動砲だから乱発ができるわけがない。みんな毎月コミットするでしょう。だからやります、やりますなんて乱発してるからね、銀玉でバキュンバキュンみたいになっちゃって、全然設定をるのもない。 コミットメントの乱発っていうのはマイナス効果めちゃ強いんですよ。潜在意識から疑われていくんですよ。やり直すって言った瞬間、誰も否定しなくても自分の違いから、また口ばっかじゃないのって自分から攻撃されちゃうんですよ。だからコミットメントっていうのは本当にこれだけは何があっても。いや、こんなのね、乱発できるわけないでしょ。できる人でね、半年に一発ですね。普通の人は一年に一発でしょ。私は三年に一発ぐらい、どでかいのやありますよ。どでかいのそのくらい、絶対にやりますよ、決めたら。 死んでもいる。もう、くえーかんでもやる。何やってもやる。もう、そのぐらいやるんだって、宇宙船が山田の波動砲ね、ためがいるんですよ。イメージですよ。連想ですよ。この辺が非常に大切になってくる。あ、もう全然ダメ。ダメだ。あ、まだ永続のためがあるじゃん。ダメ。もう全然時間がないや。質問以降にしようだ質問いきますか。はい。はい。えー、それでは最初の質問。うん。菩薩楼さんからですね。サ太郎さん、ありがとうございます。嬉しいです。私は先入観が強いのですが、うんうん。 それでで失敗したたこともたくさんあるのですが、はい、ふと立ち止まり、バイアスを外すポイントはありますかうーんまずね、自分が先入観が強いということの自覚があるということをまずね、大拍手ですよ。普通に先入観が本当に強い人ってのは自分が先入観が強いっていう自覚ができないぐらい先入観が強いんですよ。あの本当の酔っ払いが自分を酔ってないとよく言うでしょあれと一緒でね、あのー、認めたくないんですよ。だからすぐ否定する人いるでしょ でそのいい格好のターゲットですよ、桑原のこの毒舌はね。そういった意味では、自分は先入観が強いんじゃないかっていう自覚があるだけでも、もう大丈夫でしょうね。あとはいくつかあります。まずは、あのね、正解を求めないことなんですね。 こうだって言ったところに収まらないんです。全部会話を仮説にするんですね。こうかもな。まて、こうだったりして、こうかもしれないし、もしかしたらこうなのかなみたいなね。かなとかかもっていう仮説なんです。ところが、昭和型とかね、平成型って、このね仮説が大嫌いなんですよ。できるような気がしますなんて営業会議で言ってごらんなさいよ。どやされますよ。やると決めろみたいな。やるのかやります。本気かやりますみたいなね。 なななんんんかやれれるるるよような気がするんですででねなんつったら叱ら叱しょだから決めろ決めろ決めろって決めるってことはどっかのギアに入れたら楽なんですよこいつは今一足にいるなとかわかるからそうじゃなくてこういう先入観ってこういうマイナスもあるけども,もこういうメリットもあったはずだよなでもこれ天秤にかけたらどうなんだろうあの案件にとってはプラスが強いけどもでもまあ プラスだけが強い。上げても限らないかもな。え、でもちょっと待って、なぜその先入観バイアスがついたんだ。うん、なんでだ。うん、これね、じっくりやるんですよ。 もしかしたら親の影響かな,かなあ、分かった、親の影響だ。親がこういう教,教育をしたから、私はこういうセミがついてしまったんだ。絶対決めないことなんです。決めた瞬間終わるんですよ。何層にもなってます、バームクーヘンみたいに。でこのね、どこまで深みに行けるかが大切なんで、言い切らずに仮説でいろんなことを空想して答えにたどり着かないということを不安に思わないこと。ほとんど、ね、バイアスかけられてるんで、答えがないと不安になるっていう人が多いんですよ。だからすぐ答え知りたいんですよ。 だからすぐ体、よらば体重でね、正解を知ってる人にみんな群があるんですよ。だから今年の流行はこうですって言うと、答えを知ってる人もみんな群がると同じ、今年の色はこうだったらこれ切るの。なんでこう、なんですか今年の色って。そうでしょだからその仮説で考えていくってことがバイアスを外すポイント。 あと、詳しいポイントいくらでもありますよ。で、ね、サボタロス、あなたの場合の場合は、こうで、こうで、こうで、これがこういう機能するけど、こういうデメリットも多いけども、どうするあもし外したかったら、こういうやり方と、こういうやりこううどれからやるみたいな形で、ね、できますから、グループコンサルとか、えー、グリッドのワンデーコーゾ、ぜひいらしてください。ね、こんなんでいいですかね。はい、他にもありますかね。はい、えー、鉄飴さん。鉄アさん。鉄雨さんから、ね。はい、ありがとうございます。 脳内分泌物に関して的確にアプローチしたいのですが、はい、どの分泌物が足りていないのかんん桑原さんは現状を把握するためにやっていることがあれば教えてください。あ私のの場合はもうここテーマに取り組んでですねかれ,これ30年20 8年かぐらいの歴史があるんでもうどっちかって言ったら七夜の親父みたいな領域なんですね意味わかりますか七夜の親父がロレックスの本物か偽物か見分けられなかったら商売になんないでしょ、うん、そんなもんなんですよなどの業界でも達人ってわかるでしょあの、うん だいたい肉の部位見てこれはみ寿司ですねとかこれはザブトンですねとかこれはカルビですねとかわかるけどわ,わかんない人はあ肉で牛肉ですぐらいで終わるでしょそれと同じでもうここに携わって長いんですぐわかりますだから僕がコンサルタントとして生きてこれてるポイントはこの,この経営者このクライアントはどの脳内モルヒネは分泌は潤沢だけどこの脳内モルヒネの分泌が出てないのがすごくハンディキャップとなってるなということはこの脳になってるなということはこの脳内モルヒネは モルヒネが分泌するルーチンを一緒に作ってあげて、ちゃんとそれがうまくいってるかをサポートしてあげることが大切だなみたいなことができてるんですよね。だからぜひワンで来てください。すぐ、あなたの場合はこうかもね、こう,ですこうかもしれませんよ、どう思いますって言って、あそうかもしれません。じゃあそれを分泌するにはどうしたらいいでしょうかねあ。方法はこんだけあります。どれだったら自分は取り組めますかみたいな形で優しくやるんですね。それと分泌して豊かになっていくんですよ。なんとなく分かっていただけますか だいたい僕がすごく意識してるのはやっぱりセロトニンですね。オキシトシンなんかもうめっちゃ出てるんじゃないですかね。 あのこの森の中に住んでいることによってこのメラトニンの分泌もだから今安定永続性のためのがあのがすごくば私はあのルーチン化しててなんでかっていうともうドーパミンとかエンドルフィンとかっていうのももう,も,うもう十分自分でコントロールできる領域に来てるんでそれがだから今この安定のためになってるんですねそうじゃない人はまずは例えば男性、まあ、女性でもそうなんですけどもうやっぱりテストセロン とか非常に一番目のチャクラ破棄、迫力、バイタリティーとも関係があるのでこの辺からやるのもいいですしあとストレスが多いとか今職場関係の人間関係でストレスが多いなんて言ったらノルアドレルの分泌っていうものからいっぱいあったでしょさっきサザンが9個ぐらい大きくあったと思うのであなたの場合の優先順位はこうですねみたいなことのアドバイスはやっぱりこう自力でやるよりはあの的確にアドバイスを受けた方がいいと思いますね。 ああともまたた追加がっらいですね最後、えー、お二人同じ近いんですけれども、はい、まずお一人目、田和さんからですね。はい、オス力つけたいです。お酢力。桑原さんがしているテストフセロンを出している実践をよろしければ教えてください。<ー>あともう一人、菅沼省吾さんからですね。 オス力、うん、男力の上げ方、うん、自覚の仕方の秘訣はなんでしょうかうーん、えー、まあ、オス力の時にね、テストステロンというのをお話ししたんで、テストステロンイコールオス力というイメージがついてるかもしれない、もちろんそれが一番大きいですけども、ぜでもそれだけでもないんでね。あの 単一ではないんですよ。あのカレーのスパイスでクミン入れただけでカレーになるわけじゃない。でも、クミンが入ってないと、すごくカレーの大事な部分がなくなるみたいな感じだと思っていただけるといいんですけども、まずね、テストステロンに関してはね、これはね、そう難しくないんですよ。あのね、何の時分泌するかって言ったらね、追い込んでる時なんですね。追い込んでる時。ただし、ここのただしが非常に難しい。人に追い込まれてダメなんです。 追い込まれたら出るんだ。私、いつも会社で上司に追い込まれてます。だから出る。違う違う違う。自分で自ら追い込んでるときしか出ないんですよ。そしてね、この追い込み方っていうのは、いろんな追い,追い込み方がありますけども、一番いいのはやっぱり筋トレ的な追い込み方ですよ。もうね、例えばスクワットで限界までやるでしょ。限界が何回か知りませんけども、ゆっくりやったら少なくて限界きますけども、限界だーと思ってから、あと1回やったら10万。 もう一回やったらもう10万、もう一回やったらもう10万って言うとね、もう無理だって言った人もね、あと大体ね、4、5回やるんですよね。10万なかったらやるのですよ。もう限界です。だって限界までやれててやるんだから限界なんでしょうね。嘘ついてるわけじゃない。でもそこからあと1回やったら10万あげるよって言ったらもう一回絶対やるんですよ。ね、それの、それと同じようにね、自分で、まあ、10万円人に追い込まれてる、追い込んでるんじゃないね。もらえるんだったら自分でやろうって自分で追い込んでるんだと思うんですけども、あのね、追い込んだ時に出るんですよ。 そのね、追い込み方にもレベルがあって、追い込み方に、ね、美学があるんですよね。これね、美学、追い込み方に美学がないとは、ね、継続しない。一回追い込んでみたけど、やっぱり辛くてやめるんですよ。桑原の場合はね、追い込み方に美学を持っちゃってますからね。であと、人に追い込まれるのは死んでも嫌ですね。死んでも人に追い込まれたくない。 あそんなぐらいだと本当に死んでやるというぐらい人には追い込む。だから自分でそうならないために、ね、自分で自分を追い込んで、この推力、テストステロンの便利、ベシーやるわけですね。そうすると、まあ、得体成果は、まあ、自ずからこの脳内モルフィンのおかげで出せるようになる。で、あなたの場合はどうかみたいなのをできればあったときにやって、ちゃんとね、こっちはプロですから、えー、うまーくこうプログラミングしてあげられると思いますからね。 あともう一つなんですかオスダンス男これはね、もう一つのやり方としてはね、やっぱりこうオス男としてね、オスとしてね、憧れを持つことですね。やっぱりセルフイメージとの関係が強くて、何に憧れてるかですよ。大体いいそうでしょう ?XJAPAN のファンはやっぱりみんなトサカみたいなファッションになったでしょう、あのー、なんとかボンバーなんだっけ ゴールデンボンバーの人もメイクもああいうメイクになるしあのなんだっけえっ、ー、とじゃーんちゃっちゃらららの人なんだっけじゃーんちゃちゃららら <laughs> 星野健一とかのカラオケ<ー> <laughs> ごめん知らないけどそういうのがカラオケ好きな人なんとなくそういう顔とかそういうキャラになったりとか今でいうオフィシャル いいヒげ男爵のカラオケが好きみたいな人なんかそういう雰囲気みたいなやっぱりねセルフイメージって結構似ててやっぱりね矢沢永吉が好きな人ってねなんかね矢沢ですみたいにな,なるでしょだからセルフイメージとすごく似てるんでこの人のお理力いいなとかこの人の男力 やろう力かっこいいなみたいなね、美学をに近い人をやっぱりモデリングする、まあ、そういう漫画、映画をよく見るとかね、その人のそばにいるとか、やっぱそういう形のルーチンなんかもすごく大事ですね。なんか的確でしょ答えも、どうですかいいですかね。 この時間でもまだ人です。うん、マジですかありがとうございいまます。本当にね。嬉しいなあ、まあえー、1時間ということで始めたんでもう時間が来ちゃったんですけども、まあ、あとはねもうこれもういろいろねルーチンのこととかもねのないのもいる日の出のルーチンとかねもう,もうすごいいっぱいあるんですよこの奇跡の掛け算の法則のこととかねいろいろありすぎるんです本当にちょっとね途中でもう,こうほとばしっちゃうんで。 えー、最後まで丁寧にいけなくてすいません。要するに、このグリッド、もしあなたが手に入れるとどうなるかというとね、ワンデー講座来てください。あなた呼吸をするかのように物事を達成していますよ。妙に気合とか入れなくていい。気合ってね、ゴルフでやっててもそうなの、気合なんか入れてろくなことないですよ。だからね、自然力、普通力、普段力をつけるということがいかに大切かって分かってくるんですね。で気がついたら達成に向かってますよ。普通にしていても成果が手に入る。だから普通力ですよ。 あ,のね、あんまりテンションも上げすぎない方がいい。なるべく普通がいいですね。燃え尽き症候群、挫折感、痛々しいからやめてください。敗北感、ストレスなく輝きながら、ね、にこやかに達成に向かいましょう。疲れない、リバウンドいらない、威圧感、穏やかに達成に向かっている。この状態を作れるんです。そしてこれがこれからの最初に戻ります。新しいマーケット、時代が変化したんで、新しい時代にはこれらの能力が本当に必須なんです。そうでしょう 野球したかったらグローブがいるでしょう、バットがいるでしょう、それと同じ。あなたがこれからの人生、ね、100歳時代生きるには野球とバット、グローブとバットのように、これらの脳内モルヒネ、グリッド、これらが必要なんです。ところがこれを教わってないんです。それ今でも目標設定して、コミットして、モチベーションでやってるんです。だから辛すぎるからこうやって熱く語るんです。ぜひワンデー来てください、ね。やり抜く力。達成の真ーグリッドメント、ワンデー講座やります。 えー、今のところ2日間日程を組みました。まずは7月17日、1週間後ですか、ねえー、そしてその、これにはどうしようも間に合わないという方はね、8月22日の土曜日、これもワンデーでやります。これは場所は中宅三番町ですか、えー、オフィス兼サロンです。 こちらででややりりまます、えー、少人数でしかやりませんなぜさっき言ったように一人一人のあなたの場合はこうですよあなたの場合はこうなんですよってやりたいから大勢できないのもう大勢のが楽ですよ本当はバーッと集めてパッとやればでもそれじゃ桑原の美学に反する本質に反するから少人数でやります。 そして、どうしても出たいけども、移動ができない、にてがわないという方は、ズームは希望者、今のところありますかズームでワンデーがあったら希望ですという方があったらやりますので、えー、希望してください。そで、これ次やると金額とか出てるのかな金額出てない。あい、くらなんですか下,下に、えっ、ー、と、大人なじみに入っていると、6万円です。大人なじみ、一般12万円あ。一般の方は12万円で、クアラのワンデーでオペが受けられると思ったらです。 高くないと思うなあ。どっちかとはもうめっちゃ安いんじゃないで、大人なじみクラブメンバーは半額だから6万円,6万円ですだから一般の方でも、大人なじみクラブに入った方がお得ですので、大人なじみクラブってのは月会費が1500円なんです。1500円でこういった過去のね、YouTube じゃないです。過去のプログラム化された動画が全部見放題。 そして、すべての受講が半額になるというね、で、大人になってから出会った幼なじみみたいに、こう、付き合いましょうって言って、で、このね、やっぱり波動共鳴ですから、この桑原の大人なじみクラブメンバー、いい人ばっかりですよ。あのね、面白くてユニークで、経営者も多いですし、経営者になりたいって人も多いですし、その大人なじみになって、じゃれ合えたらいいなと思います、えー。入会金が1万円かかりますが、なんと9800円の DVD が届きます。だから、ほぼほぼ入会金もゼロ、月会1500円。ね。 えー、うちの三番町の近所に、あのすごいおいしいイタリアンレストランがあるんですけど、そこのランチが千五百円でした。一回食べて、お腹に入ってなくなりましたけども、一回食べて、千五百円のランチよりは、絶対価値があるだろうと思ってつけた値段です。えー、入会金一万円もないようなもんです、えー。運営のためにかかる経費です。そして、DVD を差し上げます。 えー、興味があるという方は、ぜひ、ちょっと興味があるとかね、他の日程はないんですかとか、えー、Zoom だったら参加できそうなのでとかね、あのー、ぜひまたあのなんか連絡ください。で、大人なじみ事務局もですね、えー、一生懸命皆さんのサポートのために、えー、日夜頑張っておりますし、えー、今日はね、このウェビナーのために、西岡もね、えー、ここに来てくれますし。 サのうぐいイの森に来てくれてますし、まあ、西岡はね、トマトードの今代表取締役にもなってるんでね、畑の方も今日も頑張ってきたんじゃないかな、真っ黒になってきてます。えみんな本当にいいやつです。そしてね、面白いです。で健全で、向かうべきところが本質だということが分かってます。ほとんど脱線は、えまあ、会話の脱線はこのように桑原が先頭に来てやりますけども、本質的なざ脱線はありません。そこだけは、えー、自信があります。あとね、美学とかね、いろんなものについてね、語り合ったり、ね、 なじめたらいいなと思ってますからワン、えー、で受けてみたいという方絶対に高くないだってグリッと骨の髄変えるの脳内モルヒネが出せるようになるめっちゃ高いですよ私が今まで若い頃出てきたセミナーとか,なんか60万とか200で60万とかねもう何個も出てきてましたよ全部それで使えるものだけをアレンジして自分で実際にこの人生30年で体系化して現場学って名前つけてますけどもそういった内容になってますからお楽しみに。 えということで1時間10分にわたりたくさんの方にお付き合いいただいてましたさあえー、あとですねここよかったら私のね、えー、自宅別荘ですけれども。 えーね、大人なじみになって、えー、なんかワンで出てなんかこんな成果が出たとかっていう方はねまたここに来て一緒にお酒でも飲んだり、えー、あとトマトードでねトマト狩りしたりねなんかそういういろんなことも楽しみながらいっぱいじゃれ合えたらいいなと思ってます、えー、鉄は熱いうちに打てていますね今一切引っかかってもいない、えー、何そのワンでやっぱり最後そこに持っていくのみたいなね かそういうね、意地悪な人来ないでほしいから、そういう価値観の人は来ないでください。ね、本当は行った方がいいのかなう ?6 万円か一瞬でも迷ってる人がいたら、今回これはポチ、鉄は熱いうちに、本当に来るべき。これポチでエントリーできるのかなポチではできないのかな明日にあるそうです。これね、もう1回ぐらい飛び込んでみなさいよ。だって飛び込む相手いいじゃない、このクアラだったら。騙さないから、もう騙すのかなあ、騙されたとよく言われますよ。 しかしね、その騙された。そこだけバイアスで見ないでください。アクアルさん,でんで違う違う違う、どんな風うに騙したって言われたと思いますアクアルさん、今回本当に騙された。もうひどいと。あんた、いいセミナーだ。いい講座だって言ってたじゃない。嘘だ。騙された。ここまでいいとは聞いてない。嘘つきって言ってね。そんな風に騙されたって言われたことありますよ。だからこの騙されただけ見たらバイアスでしょ。でも、そんな風にもうプラスなうー、ね、裏切りだってあるかもしれないじゃないですか。えー、ということで、ぜひ、 いいらしてくださいそして練り合い、じゃれ合い、本当のグリッドを手に入れ、脳内モルヒネ、コントロールできるようになり、えー、いっぱいの若返りも来ますよ、本当に、ね、豊かになりますよ。 うそういったことをご一緒にできたらなと思ってますから、今回ちょっとでも気になる方はエントリーしてみてください。日程はまいくらでも相談に乗ります。ズームも希望があったらやります。でもできれば会いに来て、実際の今日は桑原のこのオペ、少人数でのオペを受けてみてください。ということでまたお会いしましょう。あ,あっという間でした。特典<上><ん>があい。あっ、得点がある。特典がある。わ、あす。明<日>うん。明日。11日土曜日中に。 明日11土曜日中にワンデーを申し込んでくれた方にはワンデーを申し込んでくれた方にはなんか戦着とかはないの先着作りたい今のところないです今のところない優しい、うん、ズームグループコンサルをプレゼント,ンゼント一般5万円それは西岡がやるんですか違います桑原正盛それまで私ややらせます桑原正さがですね <laughs>、えー、一般5万円大人の人に一万円相当を明日12 ねあのね、グループ講座ってさっき言ったようにオペラ1個ですからね、これ非常に効果がありますよ。だから今回は、そのワンデー講座っていうのは、ルーチンとか非常に大切なポイントが作るんで、やれてるとか、やったとか、やってみてどうとかっていうののフォローが必要なんだよね。でいつもは西岡がそのフォローをやってくれるんですよ。西岡がその大体今はグルコン担当なんですけども、今回私がやるんですかこのウェビナー初だから。ウェビナー初だから。 私がグループコンをやるそうです。えー、それが、えー、一般は5万円かかるんですね。で、大人なじみでも1万円でこれ大サービス、はい、それすらサービスでつけるそうです。ただし、それはこのね、乗ってくれた、はい、オファーに乗ってくれた人への限定で、明日12、明日土曜日12、エントリーした人にはグループコンサルを無料でつけますというオファーが事務局からありましたので、はい、これは乗ってみてください。そしてお会いしましょう。えー、ということで、あっという間でした。 できればね汗なんて言ってないでまだ今日だってあと1時間ぐらい45分ありますからできれば今日中にもエントリーポチしてえ腹くくってえこの腹をくくった時点からねある意味追い込みでテストステロンの領域に入ってきますからぜひそんな自分をねよに酔いしれながら。 こういった自己投資にお金をかけているという自分に酔いしれながらポチをしてください。酔いしれるんですよ。自己投資以上に価値ある投資なんかないでしょう。もう,もう5万6万なんかすぐ使うでしょう。もう本当にそんなの使うんじゃなくていくらで金の卵を産むガチョウがいたら欲しいでしょう。金の卵を産むガチョウとそのガチョウが産んだ金の卵、どっちが欲しいんですか金が欲しい、それは一瞬目が覚めるガチョウ汚点者の毎朝産んでくれるんですよ。 あなたがガチョウでしょ金の卵、あなたが産めるようになればいい。ところがね、もう本当のボケは腹減ったって,言って、そのガチョウを焼いてくっちゃう。もうバカじゃないのみたいなね、えー。ということで、あなたが金の卵を産むガチョウです。あなたが金のなる木になればいい。というね、その呼吸をするかのごとく達成していけばいいということで、えー、本当に今回のこの、えー、グリッドワンデー講座のエントリーはされてみてください。 ねえー、再受講の方も OK かな、はい、再受講の方も OK ですよ、ね、決めたルーチンがこれはできてますけどこれ全然できなかったとかねそれも隠さなくていい、ね、現場学本音でいいですさばきませんだよねわかるよそのぐらい癖っていうのはじゃあ厄介だよねでも本当にこれは本質向かう上で必要な。 えー、脳内モルヒネだからこのルーチネカはもう一回挑んでみようみたいな形でね寄り添いながら一緒に走っていこうと思ってます。長くなりました。それではエントリーお待ちしてます。またお会いしましょう。それではさよならおやすみなさい。はいああー、楽しかった。